これ本当に皆さん見てる皆さんね、ちょっとね本当にガチ、今日までやってましたからね。あの日曜日の夜、7時から撮っております。ちょっとこれについて教えてください、はい、僕はねバキシュ好きになったんで、はいはい、かなりバキシュ今使ってるんで、はい、ちょっと新しいバキシュなんで知りたい、はい、これどう変わったの。リールというか、まあ、地球上で多分フラッグシップリールなんですよ。ああ買わないゼロだったんです気持ちが、はいはい、買うっていうのがこだわしたらこれぐらい動いた。ああいいですね。あとのこれを他にちょっとセールストークが聞きたいです。それはさ小森さ、うん、もうそれ全部喋っちゃったらさ、うん、これ2本撮りするのに俺のやつ言うことないじゃん。後半で言わせてくださいよ。分かった分かった、はい。ステラとバンキッシュどっちがいいですかって聞かれて、どっち使うんですか黒田さんとか、ああめっちゃ聞かれるんですよ。ああもう見え聞きたいじゃないですか。ああ一緒の機能がついて、僕ねよく言うんですよ。シマノで一番有名なものって何だと思いますか。僕よくみんなに釣り道具でね、いや違うです、シマノで。じゃあやめよう。使えないけどね、今の黒田さんの一連の中で絶対使った方がいいですよ。絶対使った方がいい。いやこれは使えないな。ちょっと待って、もうそれ以上言ったら俺が聞くことになっちゃう。黒田君ちょっとまた、はい、黒田、黒チャンネルを、はい、でさっき小森さんが、はい、これここが買う値だとしたら、正直今回バンキッシュね、僕の話聞くまで買うつもりなかったよ。まあこれぐらいまで上がったっていうさ、これぐらいこれぐらいこれぐらい、まあいい。で、僕の SD はい、SD です。小岩のフィッシングショーです。小岩のフィッシングショーいいですよ、全然。すいません、今ちょっと忙しいさなかなんですけど、はい、それはあの SD カード変えようとして、いやいや、はい、ちょっとそれ触りたいんですけど。ここ小岩フィッシングショーじゃないよ。いや、フィッシングショーで人気すぎて触れなかった。もうえバンキッシュ、バンキッシュ、バンキッシュ、あ、まあ当たり前です。ステラ触ったことあります。いいですよ、いやー、うわこんなことになっちゃってるんだ。まあでもそんな感動するものはまあステラと一緒だから、僕は何にも感動。これはマーシャー欲しくなるよ本当に。まあそうですよね、うん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 、これはなかなか人気で座れなかったんで、ちょっとスーさんこれなんか滑らかなアイスクリームを食べてるみたいな。これもスーさんにスーさん聞いてこんなスムーズなんだね。普段の持ったことないんで、まあ、ステラがね、ステラでこっちの方が重いんですね。あ、リール自体は重たい。で、まさに僕釣りやらないんでとか言いそうな勢いですけど。俺、延べ同士かやねん。いや、二人のは今トッププロのすごい話が聞けたから、はい、スーさんちょっと今この瞬間になんか質問してみて。黒田さん、黒田さんここにいるなんて奇跡だから、うん、いや、奇跡の何でもないです。ちょっとリール SD カードをじゃあちょっと入れといてもらえませんか。小森さん仕事です。あ、でも、ね、フォーマットしなきゃいけない、大丈夫。あ、マジで、うん、この小森さんにすげえちっちゃいんだね、今ね。いや小森さん、SD1 枚貸してくんない。いや、それ探す。この間に、黒田さんに、はいはい、ちょっと質問して、はい、これリアルバタバタしてる。リアル質問。リアル質問いいのかな、うん、釣り子さんだって、取れ高欲しいですもんね、ぶっちゃけ。もう12月、11月かな、はい、メンテナンスとオーバーホール出して、はい、まだ戻ってこないですか。あ、結構かかりそうですか。あ、まあ余裕です。あ、言われなかったですか。余裕で3ヶ月から3ヶ月、大体2ヶ月。あ、そうですね、それぐらいですね、はいはい。もうそろそろかな。あ、そう、じゃあもうそろそろだと思います。もうそろそろ。その話どうでもいいから、ちょっとちょっとバンキッシュ、バンキッシュは使わないから。聞いてくれ、頼むよ。バンキッシュオーバーホールのモデル。マジで取れ高が欲しいリアルな人が一人いるわ。なんだろうな、小森さんが。小森さんに、バンキッシュ日本で一番バス釣り上手い人に、なんかカメラの作業そう。聞いて聞いて、止まるな、止まるな、止まるな、使い、使えるな。わかんない。多分ね、今のは田中さんが悪い。とんでもねえ人ぶち壊される、うん。これやっぱり、はい、このスプレッジとかが結局自分で聞いてますから、ね、はいはいはい、スプレッジ、はい、なんか、まあ、自分はもうちょっと安い機種中心に使ってますけども、
やっぱりトラブらないんですけど、はい、それの秘密、肝みたいなのって一番どこにあるんですか？どういうことですか？何がトラブル？そのピョン吉とかが太いのを使っていても起こりづらいっていう、これはもう結構前からずっとそうなんですけど、はい、どういうことですか？何だとってことですか？まあ自分なんかだとそれこそミラベルを去年ずっと使っていて、ミラベルクラスでも本当に雑な扱いをしてもトラブルが起きない、それの最高峰が今回バンキッシュが出たっていうことはさらにトラブらなくなる。まあ期待すると釣りうまいですね。あ、いやいやいや、そう思います。っていうのも釣りうまいんですよ、釣り子さん。うんうん、ちょっとじゃあこれ差し上げる話とか、ありがとうございます。去年こんな話したことがあったんですけど、はい、C2500 が小森さんのメイン、小型の方、コンハラットの方ね。で、僕ね、全然使えないんです、コンパクト C2500。 なんでかっていうと、多分言いましたよね、めっちゃラインがトラブるんです、僕。で、サッサ君もトラブらない、僕はダメなんですよ。で、まあなんでかって言ったら、下手くそなんです、僕がね。で、何かっていうと、やっぱメンディングだとか、キャストした後のロッドのさばき方とかが、まあ下手くそっていうか、多分雑、ちょっと雑なんですよ、多分。小森さんとか、さっさくのが繊細だったりだとか、ものすごく気を使って、多分メンディング。それってことちょっと観察してみて分かったんだけどさ、投げたと目線をずらすの、周りを観察するよ、僕、うん、ああ、かもしれない。投げたと目線がこうなってるの、はい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 、うん、かもしれない、そういうのあるかもしれないから、多分僕って、まあ注意が散漫なんですけど、ただそのおかげで、じゃあ次やろうとかいろいろ考えながらやっちゃってるんでしょうね。だから集中してないっていうのかな、あれは。いや違うと、そのラインベンディングの間に状況観察をしてる、はい、だからラインベンディングがいらない時間なんだよ、はい、ああそうですね、うんうん、僕らはラインベンディング大事な時間だから、はい、同じように周りを見るけど、うん、ラインベンディングの前後で見てる、その見るタイミングの問題だと思うので、そこはね、分かる、はい、釣りが下手ではない、全然、うん、なので、まあ簡単に言うと僕はトラブルが多くて、でそういった意味では、まあ、極論でさっき小森さんとの動画で、まあ、一回トラブったのをどんだけ大きい声で言ってるかっていうのもあるんじゃないですかなんて僕言ったと思うんですけど、厳密にはやっぱり人によって全然違って、俺小森さんだったら相当トラブらないと思ってるし、リールは、うん、そうね、なぜなら C2500 は使える人だから、だからそういった意味ではやっぱね、正直今日個人のスキルもあると思いますし、そういった意味でうまいんだと思います、はい、とんでもないことになる、すいません、はい、すいません、準備整えましたんで、クロスさん、ありがとうございます。でもその今の話聞きたいの、はい、すいません、うちのマスターが一個だけ聞きたいの。あ、どうぞどうぞ。いい、はい、カバーストと使いたいんですよ。あ、すごい、全く違う話来ましたね、はい、それで、はいはい、岸から、はい、とにかく遠くに飛ばしたいと、はい、20ポンドを80メートル巻けるやつで、はいはい、20ポンドを80メートル巻けるやつで、はい、そのキャパで、はい、もう巻き心地とか、はい、どこでもいいから、はい、とにかく飛ばしたい、はい、何がいいですか？あ、アンタレスでしょ、アンタレス DC。 あ、そうですか。で、で、この前ね、まあ、これ第三者だから言っちゃいけない名前、ちょっとこの僕ですら名前を伏せる方が、黒田お前このリール使ってるって言われたんですよ。まあということはもう大体わかると思うんですけど、とある別のメーカーさんと契約状態にあるプロさんから、うん、とあるイベントでお会いして、うん、黒田このリール使ってるって言われて見せられたのアンタレス DC で、今の現行のさ、でこのリール恐ろしいほど飛ぶなって言われました、うん、ただその方はその後ちょっとオチをつけてくれて、ただこんな飛んでも蝶が変わらへんけどな、うん、って言って、あ、やべえ、関西弁になっちゃった、なんか、はいはいはい、って言って変えられました。ただ、こんだけ飛ぶのはすげえわって言ってましたね。今年メタニウム100が、はいはい、ちょっと待ってください、この人たち俺たちに協力したくないじゃないですか。大丈夫ですか？大丈夫です、はいはい、メタニウム100はどうですか、はい、その今原さんの言っていた、はいはい、いや飛ばしたいんですよね、とりあえず飛ばしたいんですよね、はい、だったらもうアンタレス DC、 アンタレス DC ってちなみに使われたことあります？ないです。あ、マジっすか、はい、それは今のその釣りが好きなんです、とにかく遠くに飛ばす釣り、あ、それはね、僕嘘はつかないタイプなんですけど、めっちゃ損してます。あ、そう、びっくりすると思う。へー、僕もぶっちゃけそんなに使わないんです、必要ないから僕のスタイルだと。でも飛ぶって意味でいくと、あー、どうかな、本当にお世辞抜きでたまげると思う。へー、今、ちなみに今何使ってるんですか？今はクロナイクで、はい、あ、すげえ練習して16ポンドを80メートル飛ばせるようになったんですよ。ああ、じゃあ本当にちょっとアンタレス一回誰か持ってない？
何知り合いで、まあ、関東少ないですよね、アンタレス DC 持ってる人。琵琶湖とかに遊びに来た時しか使わないから勢力で言うと、まあ、大和派の人も多いし。あ、そうですね、うん、なんか、例えば中堅クラスでそれに準じた第2みたいな。ない、ない、そんなにない、ない、さも全然違うっす、はい、うん、アンタレス DC 使ってみな、飛ぶぜっていう。いや、まあ本当にそんな感じ。あの、飛ばしたいっていうことだけを考えるんだったら、もうびっくりすると思います。そう、釣りたいんじゃなくて、周りのやつビビらしたいだけなんだ。あー、いやもう本当にね、マジかよ、あいつって思われたいだけなんだ。めちゃくちゃ楽しい。デッドウィールのことビビると思いますけど、とんでもない帰ってくるまでの時間が30分ぐらいかかってくる、うん、あの、めちゃくちゃ飛ぶので、ぜひ一回使ってみていただきたいですね。しかもクロナークだともうだいぶ違うかな。本当、周りをビビらしたいっていいね。うん、いいですね、まあ、それも釣りとしてだよ、はい、いやもね、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、明けましておめでとうございます。でいいのかな。明けましておめでとうございます、はい、これちなみに後編になりますので、はい、前編は小森さんのチャンネルから、このチャンネルの方を見てください。はい、飲みましょうかね。じゃあこれは小森と久しぶりにつけてもらおう。はい、もちろんです。よろしくお願いします、はい、今年も、はい、小森さんお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、まあ、フィッシングショー終わった日ですけれども、そうですね、お疲れだと思います、ごめんなさい。で、トークも終わってお互い YouTube も撮り終わって、はい、じゃあとりあえず、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。喋ってるよこれ。いや、全然普通ですよね。こんなもんすか、いつも。どうですか今、黒田さんがいらっしゃるんで、はい、結構強めに。これ消えてるけど大丈夫か。惜しい。電池切れじゃないですか。田中さん、いつから消えてるんだよ。田中さん、そのトーク気にする前にカメラ気にしろよ。何言ってるんですか。森田そっち向いてるって。小森さん、俺がチェックしながら撮るからいいって言ってたじゃん。ちょっと。